はいみなさんこんにちは、えー、歴戦にの森山です、まあ、普段は司法書士の講座を担当しておりますけれども、えー、今回はこの行政書士の受験生の方に向けて、まあ、本当に、えー、この設立というところを理解をしてもらって 得点してもらいたいといたととうことでお話をしていいいきたいと思いますですから、まあ、行政書士の過去問も設立のところ全部解いてみてもう本当にこれだけで点数が取れるよそのような得点直結のお話をしていきたいと思います。まあ、設立を学問的に理解してもらおうとかいうことではなくもう本当にポイントを絞って、まあ、理解はしてもらう必要がありますが理解して得点直結のお話これをしていきますので、まあ、ぜひ会社法のところでですね、えー、設立が出されたときにはしっかり点数が取れるようにと。 そ言いったところでこの1時間のところでやっていきたいと思います。まあ、去年は 株式期間ですね期間についてお話をしてまあ、そこで1時間でお話をしたことで問題1問解けましたですから今回もそれを狙っておりますということで、えー、設立のところしっかりお話をしていきますのでちょっと大変ではありますが頑張って聞いていただければと思いますまあ、行政書士の試験においてはまあ、やっぱり結構難しいレベルで会社法出てきますよねですからまあ、なかなか通常の勉強では立ち打ちできないしなんなら会社法捨ててしまおうかななんて受験生も聞くという話は聞いております まあ確かにそういうレベルで取材がされているなと本当にこの端っこの取材、ね、数からすれば本当にこの少ない会社法のためにこんだけ時間避割けないよねっていうのもよく分かるんですよだから逆に言うとポイントだけ絞って点数が取れてしまえばかなり差がつけられるとこのところで有利に働くということになると思いますしっかりやっていきましょうでは、レジュメの方を使っていきますのでこのレジュメのほうをです、ね、ちょっとお手元にお出しいただいてこれを使って見ていただければという,ふうに思います。 ではいきましょうかまず2ページのところで設立手続きの流れと書いてありますが、まあ、設立ってどういう流れになるのかというのは今からえこれですねえ戻ってきてまた逐一チェックはしていきますけど会社を作るってどういうことなのかというとまずは定管を作ることから始まります。どんなな会社なのかかとということが必要だからですまあ 定款というのは会社の憲法と呼ばれていてもう会社の一番大事なことが規定されています。例えばその会社って何をやる会社なのか称号は何なのかこれがまあ会社の憲法と呼ばれる定款になりますが定款を作っていかないとえこの会社何やるの鉄道会社なのかな出版会社なのかな何だか分かんないから株主にもなりたくないし。 あの取締役にもなりたくないでしょうからまず何をやる会社なのかどんな名前の会社なのかということを定款というものを作っていって決めていくでこれで会社の、まあ、あなんとなくのイメージができたよってことになったらじゃあ次に、まあ、株主ですね社員を確定していきますえ株式会社というのはあの株式会社に限定したお話ですが株式会社というのは、まあ、株主がお金を出して それで株主がお金を出したそのお金でもって会社を運営していくわけですからもう株,式株主がお金を出すつまり株主が誰かということを決ま,決まっていってで確定していって出資をしてもらうんだ、履行してもらうんだこれで会社の財産面が確定しました。 で次にじゃあ株主というのは運営はしません会社の経営はしませんね株式会社というのは所有と経営が分離してますからお金を出すのは株主だからお金を出した人がもちろん所有者ですから会社の所有者は株主なんだけれどももちろん、えー、そのお金を出した人ではなく、えー、選ばれた取締役などが会社を運営していきますだから期間を具備していくということが必要です。で最後に登記してて終わりだから大きな流れで言うと定管作って で株主を集めてで株主にお金を出してもらってで期間を具備してでそれから登記をするこの流れを見ていきますでは2ページ頭のところからいきますが定款の作成認証それから、まあ、その下の方にちょっとついて、まあ、株主になってもらってで役員を選んでもらって登記をしていくって流れですがもうちょっと細かい話は今からしていきますところで3ページの方に行ってください 数字の二番、発起設立と募集設立と書いてありますが、設立の仕方には二つあります。会社を作るときには、言い出しっぺというのは発起人と言います。ね、え会社作ろうよ、う作ろうか。二人で言い出して、例えば喫茶店かなんかで、二人で会社やろうよ、なんていうふうに意気投合して会社を作る。この言い出しっぺのことを発起人と言いますが、例えば二人でもいいし、三人でもいいし、 んら実務なんかでよくあるのはまあお客さんがやってきて私一人で会社作りたいんですなんて形で一人会社を作っていくこんなのもよくありますけれどもとにかく会社を作るときにこの言い出しっぺである発起人それが発起設立のところを見ていただくと発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法による設立これが発起設立です。例えば人人で会社を作ろうと2人で会会社社をを作作ろろううとと ということで A と B が2人で会社を作りますでその A さんと B さんが「いや今回100株発行する会社を作るけれども2人で全部株式を引き受けようぜ」今回作る会社が株式100株の株式を発行していくで俺50株引き受けるからお前も50株引き受けて。 で、一株について一万出すから、お前五十万出せ。俺も五十万出せ。じゃあ二人で五十万ずつ出して、五十株ずつ引き受けて、百株で資本金百万の会社を作ろう。え、こういうのが、発起設立です。言い出しっぺが全部株式を引き受ける。言い出しっぺが全部株式を引き受ける。つまり、発起設立では、内輪だけの会社を作ることができます。よく、家族で会社を作ったり、 すすする時にはこの発起設立をすればいいですよね例えば町工場みたいなちっちゃい会社を作るときにお父さんとお母さんと子供娘この3人で株主になりますっていったときには3人が発起人となって3人が全株式を引き受けて会社を作れば株主の中に家族以外の人が入ってこないわけですよ。うちうちちで会社を作るることができるで今回のお題とは離れますがそれで例えば定価に譲渡制限なんかをつけておけば 株式を他の人に簡単には譲渡できなくなりますから家族だけの会社といった扱いにすることができるわけです。これが発起設立。いいですか発起設立のポイントは今回設立時に発行する株式の全部を発起人が引き受ける。他に一般の人は募集しません。逆にその募集する場合が募集設立になります。発起人が設立時株式を引き受けることに加えて 設立時発行株式を引き受ける者の,の募集をする方法によ行うつまり簡単に言うと今回100株発行して会社を作りますうんそんな大きな会社じゃなくてもいいけども100万ぐらい集めたいよねじゃあ 1, 1株1万円として100株発行しよう設立時発行株式として100株発行しよう俺そんなお金出せないけど20万出すから20株引き受けるわあ 俺もお前が二十株なら二十株引き受けるわ、ということで、四十株発起人が引き受けました。二人の発起人が四十株引き受けました。残りの六十株、一般から募集する。すいません、会社作るので、誰か株式引き受けてくれません。一株一万です。一株から売ります。なんかメリットあるんですか。いやね、見てください。こんなに経営が上手そうなんですよ。 この株価1万から1万5,000円なんかすぐなりますから儲かりますよということで株式を引き受けてもらう人を探すこれが募集設立ですでちょっと気をつけておかなければいけないのは募集設立においても発起人が引き受けた上で一般の募集もします発起人が引き受けないことはありえません一般的な募集を最初からかけるのではなく発起人が一部を引き受けて 加えて残りを引き受ける者の,の募集をする。これが募集設立になります。募集設立だからといって、発起人が引き受けないってことはダメで、必ず株式の一部を引き受けた上で、一般からも募集をしていくって形になります。では3ページ。数字の3番、今度はその発起人。発起人というのがどんな人なのかというのを見ていきますが、先ほどお話しした通り、発起人というのは原則言い出しっぺなんですが、 言い出しっぺと言ってもどの範囲か分からなくてあとで責任を取ってもらうことができません実は会社が設立しなかったり設立がうまくいかなかったりすると発起人が責任を取らなければいけないって条文が今日あまりやりませんが出てくるんですがそう誰が発起人かって明確になってなければいけなくて「い言い出しっぺお前もそうだろう」うみたいなことになっていると責任の範囲が明確になりませんそこで発起人は実はかなり形式的な定義をしていきます意義を見てください 定款に発起人としして署署名、名電子署名したものこれを発起人と最終的には言いますだ本当はなんかこのおかしいんですよね。発起人は定款に署名しなければいけないって規定があってで署名した人を発起人と言いますから論理がななんかトートーーロジーな感じはしますただ最終的に誰が責任取ってもらうかってことを明確にするために定款に発起人として署名電子署名したものを発起人というんだというふうに押さえておいてください。 まあ、電子署名ってことは、あの電子文書で作ることもできるよってことですね。まあ、それはいいとして、丸二番主体です。制限ないです。制限行為能力者でも、外国人でも、法人でもオッケーです。例えば、取締役になるのは自然人に限りますが、発起人は法人でオッケーです。例えば、ある法人が発起人となって会社を作る。まあ、宗教法人が株式会社を作ることもできます。ということで。 まあ法人がですね、えー、発起人となることもできますよ。なんてことも抑えてください。それから丸三番、これがさっき言った通り。設立時発行株式を発起人は一株以上引き受けなければいけない義務があります。だから例えば、発起設立っていうのは。発起人が全株式を引き受けるのが発起設立ですが。例えば発起人が A. B. C. 三人いたときに。例えば百株で会社を作ろうと。A. さんは五十株引き受けます。 B さんは50株引き受けます C は0株ですこれダメ1株は引き受けなければいけないからじゃあ、えー、50引き受けます30引き受けます20引き受けますというふうにしなければいけない募集設立においても発起設立においても株式を1株も引き受けない発起人がいてはいけないわけです発起人はその会社の作ろうと言った言い出しっぺ言い出しっぺが株式を引き受けないって怪しくないですか 俺は株主になんないよ詐欺じゃねえかってなりますよね儲かるんだろう。儲かるんだったら自分だって引き受けなきゃおかしいだろって話になりますので自分は株主になりませんなんていうのはちょっとおかしいわけですよだから発起人は少なくともどの発起人もまあ、人数はありませんからもう1人でも2人でも3人でも発起人っていろんなケースあります発起人の人数制限はありませんのでそうするとその発起人は必ず1株以上は発起設立にしろ募集設立にしろ 引き受けなければいけないんだということは押さえておいてくださいではこれで誰が発起人かというのが分かりましたのでその発起人がこれから会社を作っていきますよでは2ページの上の図に行きますまずやることは定管の作成ですだから定款作りましょうどんな会社か分からずに株主になってもらうことはできないし取締役を探すこともできませんよ うー私は鉄道については詳しいけどみたいなだ鉄道会社かと思って取締役を引き受けたんだけど全然違ったわなんてことになりますからどんな会社かっていうアウトラインのために定款をまずは作ることから始まりますそれを見ないとどんな会社か分かりませんからねでは行きます今度は3ページの4番この定款についてのポイント もういろいろどんどん進んでいきますが定款で試験に出ることはいくつかあって、括弧1まず定款の作成、丸1発起人が作成しその全員が署名、または記名、押印あるいは電子署名をしなければいけないよということで発起人が作成して署名する、署名するあるいは記名、押印するあるいは電子、えー、電磁的な記録データで作った場合には電子署名をするといった形になります。 丸二番です。定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない。これはしっかり押さえてください。株式会社の設立にあっては公証人の認証が必要です。で試験対策とすれば定款を作ったときに公証人の認証がいるのは試験の範囲ではまあ、この会社法の試験の範囲では株式会社のこの通常の設立の場合だけだというふうにまずは理解してください。 持ち分会社の設立は定款の認証いりません、公証人の認証いりません。持ち分会社って小さな会社です。まあ自分たちで経営する会社です。株主なんか募集しません。だからまあいか公証人の認証いらないことにしてもっていう話なんです。そんなに関係者がいませんし、大きな会社を作るイメージもありませんから、持ち分会社の設立にあたって定款を作るにあたっては公証人の認証はいらない。株式会社だけです。あとは。 株式会社の設立でも例えば合併による設立新設合併ってやつあるいはあ会社分割をして設立をするこれは新設分割と言いますが、まあ、その辺りは詳しく知らなくていいですけどとにかく、まあ、その組織再編っていう系統で会社を作ること立ち上げることがありますがその時にも交渉人の認証はいらないです。 だからとにかく交渉人の認証がいるのは通常の設立、発起設立とか募集設立といったようなこの通常の設立のときに交渉人の認証がいるのであって合併とか会社分割で会社を作りました設立をしましたあとは持ち分会社を作りましたというときには交渉人の認証は定款にはいりません。 で交渉役場に行って間違いないですかって見てもらわなければいけないで交渉,人交渉人は報酬が高いですからこれで何万も取るのかって話になりますけれども,もうそれで、まあ、認証してもらって、えー、なんか認証しましたっていう紙をつけてもらって初めてこう、えー、手続きを進めることができるわけですでは次2番です定款の絶対的な記載事項定款には何を書かなければいけないんですかというと目的、称号本店の所在地 設立に際して出資される財産の価格または最低額まあ最低いくら出して会社を作ろうかっていうのは定款の原始定款で決めておかなければいけないんですで丸五番発起人の氏名名称住所ですね、まあ、この辺りをまあなんとなく見て押さえてくださいでその下に中が3つ付いてますが中の1登記事項となるのは本店の所在場所って書いてありますが定款は所在地なんですよ で、登記するのは所在場所と言います。これ何が違うかというと、所在場所っていうのは、例えばですね、東京都新宿区、新宿3丁目1、1の1の1。これが所在場所です。だから皆さんが会社の登記簿を見れば、会社の住所が1丁目1番1番まで載ってます。定管は所在地でいいんです。所在場所を定管に決める必要ありません。所在地は市町村レベルです。新宿区に本店を置く。 東京都東村山市に置くというような市町村レベルで決めればいいんだ市町村レベルで決めればいいんだってことになります。ということであのなんで定管に本店所在地を決めておかなければいけないかというと例えば新宿区に置くって決めておけば定管変更しない限り新宿から出られないんですよ。経営者が 勝手に本店移転してて北海道とか行っても株主困るじゃないですかですから株主からすれば俺は、うん、東京の人だから東京に会社があると思って出資をしてるんだよと取締役の経営判断で勝手に北海道行ったら困るよって話になりますから定款に新宿区に送って書いてあれば定款変更しなければ新宿区から本店出すことできません。 で定款変更は株主総会の特別決議が要りますからでそれをしなければ東京の新宿から本店出らんないんですつまり本店を新宿には置こうねっていう縛りとして機能するんですねでそうすると株主はあ東京の会社なら出資をしようというふうに決断することができるわけです、まあ、そんな形で押さえてくださいあと非常に細かいことなんですが中の3番です 発行可能株式総数というのは原子定款時に定める必要はないということですね。発行可能株式総数。これは原子定款に定めることを要しない。で原子定款っていうのは、交渉人の認証を得るときの定款です。一番最初に作る定款。だからそこから変更したりなんだりしたりできるんですけど、その、うん、交渉人の認証を 取ろうと思うときに持っていく定款が原始定款、一番最初に作る定款が原始定款ということになりますが、この原始定款には、発行可能株式総数は定めることは要しません。発行可能株式総数っていうのは、会社が発行できる株式の上限です。でそれは原始定款に決める必要はない。ただ気をつけなければいけないのは、会社が成立するまで、設立するまでには、 定款に書いておかなければいけないんです。だからもし原始定款に書いてなければ、会社のうん設立の途中のどっかで定款変更して必ず書かなきゃいけないです。設立される会社の絶対的な記載事項ではある。 設立現の定款には書かなくていいんだけども成立した後の会社の定款には絶対書いとかなければいけないこれが発行可能株ソースですね会社が際限なく株式発行されても困るよってことですまあ全部今日は理解できるような時間はないですから、まあ、そこは分かんないなっていうところがあっても結構ですとにかくまあポイント直結ででこの、えー、発行可能株ソースなんですが 公開会社に関しては発行可能株主総数の4分の1を下回る株式の発行ではいけないということです。これですね、えー、設立時募集株式の総数つまり、設立時に発行する株式の数は発行可能株主総数の4分の1を下ることはできない公開会社の場合限定の規定です。これ、株式のところでよく勉強することで知っている方もいると思いますが4倍ルールというのがあって、公開会社は。 発行済み、既に発行している株式の数と発行可能が4倍超えてはいけません。発行可能株総数を4倍超えて増やしてはいけませんってルールがありますが、その設立版で、設立の時には発行可能株総数を決めますから、その発行可能株総数の4分の1は発行してくれよな。 発行可能株総数の4分の1は発行した上で会社を作ってくれようなこんなルールとして機能するわけですだから4倍ルールが設立段階では発行可能ベースとして4分の1ルールとして出てくるわけですね発行可能株総数の4分の1は設立段階で発行しておいてねただし公開会社だけのルールです まあ非公開会社なんてどうせ家族会社ですから会社が勝手に株式を発行するなんてことはないので公開会社だけのルールだよ公開会社だけのルールだよ公開会社はもう株主があの譲渡制限ついてない会社ですから投資家がどんどん株式を買ったりなんだりするわけですよその時にもう再現なく株式を発行されたら困るよねってことですので公開会社だけのルールなんだそもそも公開会社だけに4倍ルールがありますから4分の1 最低限でも、えー、発行しようとする発行可能株総数の4分の1は設立時で発行しといてくれよなってルールは公開会社だけのルールだよというふうに押さえてくださいさあ定款の話はまだ続きます4ページ定款の備え置き場所定款の備え置き場所でこれも、えー、どこに置いといて誰が見ることができるかってことなんですがまず4ページの頭の図なんですが あの基本的にですねこれ定款に限らずいろんなものっていうのは本店と支店なんですよまあ本店は必ず置いて重要なものは支店にもだから定款は重要な種類ですから本店支店に置いておくただ会社成立前は本店ってないです会社ってのは設立登記をして初めて会社になりますから 登記をすするまででは本店ってないですだから発起人が定めた場所といいうしかないですね発起人が決めた場所にとりあえず原始定款を置いといてで会社が成立したら本店と支店に置いとこうねってことになります。で誰が閲覧できるかっつったら会社成立前は発起人それから設立時募集株式の引き受け人これは募集 設立の場合には発起人以外にも株主となろうとする人が出てきてくれますからその人たちが見ることができます。もっと言うとそれ以上関係者はいませんから発起人かすみません会社作るなら引き受けたいですっていう募集設立の引き受け人ですねこの2人以外関係者はいませんからこの2人だけが見ることができるというふうに抑えてください。で成立後は株株主主者者、まあ、会社の収支である株主 会社にお金を貸している債権者それから裁判所の許可を得た親会社社員この3人ですねでまあ試験直結のポイントといえば大体の書類この3人です。 株主総会議事録なんかもそうですよだからもう大体出てきたらとりあえず株主債権者裁判所の許可を得て親会社社員と押さえていただいて例えばよっぽどの機密資料例えば取締役会議事録とか監査役会議事録とかそういうのはこれ見ることできませんが一般的な書類であれば定款とか株主総会議事録とかそういう一般的な規定であれば大体この3人だと押さえていただければ大体うまくいきます。 まあ、分かんない問題でも解けるに越したことはないですから、まあ、大体この3社かなっていうふうに思っと時は間違いないですよ。ということで定管も株主、えー、それから債権者裁判所の許可得たた親会社社員といった形になります私はこれ閲覧3兄弟って呼んでますけど大体の種類は閲覧3兄弟が閲覧できるので、まあ、もし時間があればそれ以外に出てきたらあこれこういう人を見ることができるんだとかいうふうに覚えていただければよくてまああのー 時間がなければいいですが、まあ、あとは本試験で出てきたら大体この通常の書類だからこの3社かなっていうふうに思っとけばまああの何も考えないよりは当たるかと思います。運でもいいから受かればいいかかからら受ればわけですから、ね、ですねはえこれで定款を誰が見ることができるのかって話をしましたあとは変態設立事項というのがあります。 変態設立事項ちょっと見ていただいて現物出資財産引き受け発起人が受ける報酬発起人のを受ける特別の利益設立費用これ変態なんですよ変な対応なんですよ普通の設立じゃやんねえよなっていうのは変態ってわけです例えば現物出資これは通常株主は10株買うのに10万円お金で払います 百株買うのに百万払います。すみません、私この会社にお金じゃなくて百万相当の車を出資しようと思うんですけど、それで百株引き受けていいですか。これが現物出資です。お金じゃなくて現物で出す。まあ皆さんが。 あれですね、もう上場されている企業の株式に投資しようと思ったら、現物出資なんてやらせてくれないと思いますが、ちっちゃな会社であれば、車があればありがたいみたいなこともありますからね、ですから、現物収支なんていうのはたまにあります、それから財産引き受け、これはまあ財産を引き受けちゃう、まあ、細かいことは発い起いいい人が言い出しっぺが、会社を作るにあたって、会社から報酬をもらおうと。すいません会社が でできましたよよねそれれ俺のおかかげじゃないですか報酬くれよこれは変態です普通は言い出しっぺが会社作ってできたねっつって喜べばいいわけですよ発起人が受ける特別の利益発起人が会社から利益を受けようとしているなんかまあその報酬以外で利益を得ようとしているこれもやっぱり変態ですねあとは設立費用設立費用を会社持ちにするってこと 設立費用会社持ちにする普通設立費用は発起人が持ちます発起人が会議をする喫茶店代とそれは発起人が持ちますすいませんお金かかったんで会社持ちにしてくれませんかえいくらかかったんですかいやなんかねみんなで話し合ったら100万かかりましたえど,どこで話し合ったんですかなんか銀座のなんかこういうとこなんですけど ちょっとそれを会社持ちにするのはおかしいということでこういうのは変態というわけです。この変態に関しては現物収支財産引き受け発起人における報酬それから発起人における特別の利益設立費用ですね。まあ、設立費用でも 問題ないものはあります例えば登記費用だとか交渉人の認証とかそういうもう額が決まってるものは危険性がないので変態扱いしなくていいんですがこの5つ原則変態扱いしますで変態扱いしたらどうなるかっていうとまずこれやるなら変態をするなら変態をしたければ定款に書け定款に書いてないのに変態許さないだから現物出資は定款に書かなきゃいけない 北京にのける報酬を会社持ちにするなら定款に書かなければいけない。定款に書いた上で、原則裁判所の選任する検査役の調査がいります。例えば、車を出資しました。本当にその車600万の価値あるんだろうね。600万円分として600株を引き受けるらしいですが、本当に600万円分価値があるんだろうね。裁判所の調査が入ります。 とというこで裁判所の調査ということで皆さんはまず変態が何か押さえていただいて変態をやろうと思ったら定漢に書いて原則として検査役の調査定漢に書いて原則検査役の調査と押さえてください、まあ、調査がいらないものも例外的にありますが、まあ、原則調査がいるんだというふうに押さえていきましょうでは2ページに戻ってください これで一応定款の話は終わりししましょう。定の取材ポイントはこんな感じです。で次に発起人全員の同意で設立時発行株式に関する事項を決定していきますうちの会社何株発行するうちの会社何株発行する ?100 株発行していこうか100株発行していこうか。 これを決めていきますます、あ、こういうのは定価に規定しなくていいですけどね。あごめんなさい、ちょっと3ページの下見てください。あの 一個言い忘れました資本金の額も絶対的最事項ではありません資本金の額も定款に書かなくていいですだから会社の資本金っていうのは別に定款で決まってるわけじゃないですねだからこういうのも含めてここでまず発起人の全員の同意で決めていきます設立時発行株式何株発行しようか資本金いくらにしようかなんてことも発起人全員の同意で決めていきますちょっと発起人全員の同意って書いていきますよ でこれでじゃあ100株発行する会社にしようで資本金は100万にしようみたいなことを決めていきますで発起人の義務として1株以上は引き受けなければいけないと言いましたからじゃあ100株発行しようと決めてで俺がじゃあ50株引き受けるからお前は50株引き受けてくれみたいな感じでやっていくわけです。ででこれで 全員が引き受けておしまいであれば発起設立ですねで発起人が実際に引き受けたお金を払い込んでいきます俺50株引き受けるわで終わりじゃないです50株引き受けたらちゃんと50株分のお金を払い込まなければいけないわけですでその下見てくださいで今度は募集設立は 一般の人も募集しますからこれも発起人全員の同意で設立時募集株式に関する事項を決定していきます。で100株発行する会社のうち20株は発起人が引き受けるから残りは一般募集しよう80株は一般募集しようと決めていってじゃあ払い込み日はいつにしようとかいうのを決めていくわけですね。一般の人にに払いい込んでもらうう期限はいつにしようとか えー、そういういのを決めていって一般の人からの申し込みを募集しますこれが、えー、募集設立ですねですから、えー、募集設立は発起人が払い込んで終わりなのではなく一般の募集をかけて一般の人にすいませんそういうことなら株式申し込ませてください10株申し込ませてくださいああじゃあ分かりましたあなたに10株割り当てましょうじゃあお金払い込んでくださいって流れになります。ということでこの辺りの話を見ていきたいと思います。 発起人が引き受けて払い込む。一般の募集に応じた、一般の引き受け人が。申し込んで割り当てて払い込む。この流れを、ちょっと見ていきたいというふうに思います。では、えっ、ー、とレジュメの。五ページの頭です。出資の履行です。 利口ってのはお金払いい込みだだと思ってください現物出資の場合には給付って言いますが普通はお金の支払いですで出資の履行なんですけど現物出資ができるのは発起人だけ一般の設立時募集株式の引き受け人は現物出資できませんどこの誰か分かんない人が私車出しますって言ったら怪しくて仕方がないし会社の財産が危うくなる可能性がありますですから設立時における 設立時における現物出資は発起人しかできませんあの今日のタイトルとは関係ないですが会社成立後に普通に募集株式の発行しますっていう時の現物出資は誰でもいいんですよ。もう会社がありますからプラスの増資ですからね。増資の場合はもう1000万の会社の基礎ができていて今から200万、えー、増資をしますって時ですからその200万円分の現物出資は誰でもいいんですが。 設立の場合には今からゼロから会社を作るのであんまり危険は負いたくないわけですだから設立時における現物出資は発起人のみ設立時における現物出資は発起人のみといった形になります次まあ現物出資の話はいいとして利口時期つまりお金の払い込み時期なんですが発起人は引き受け後地帯なくです えっと、2ページの図を見てもらうと、ここで引き受けましたよね。あじゃあ、俺10株引き受けるわっつったら、地帯なく払うんです。俺10株引き受けるわっつったら、地帯なく払うんです。ここですよ、ほら10株引き受けるわっつったら、地帯なく払わなければいけない。で、地帯なくっていうのはちょっと不明確ですよね。でもしお金を払わなかったらどうなるかっていうと、2週間空けて、期日を定めて、 すいません A さん、B さん、C さんの発起人3人で作った会社なんですけど、発起人であるうちの C さんがお金払わないじゃないか、じゃあ2週間後に払ってください、2週間後の例えば9月30日って期限設けますから、9月30日までに払ってくださいねって催告をします。他の発起人からお金を払い込まない発起人に催告をします。でその9月 30日までに払い込んでくださいと言った9月30日が来たのに払い込んでなければもう株主となる権利を失いますつまり失権します簡単に言うとワンクッションありますね催告してそれでも払わないと失権しますつまりこの遅帯なく払わないからといって当然に失権するわけじゃない遅帯なく払い込まないからといって当然に失権するわけではなく 死体なく払わないと他の発起人から催告がきますで、その催告された日に払い込まないと本当に失権しますで、今度は募集設立における一般の人の払い込みなんですがこれは会社が払い込み期日や払い込み期間を決めます9月30日までに払い込んでくださいここですねえここで決めます払い込み期日を決めます その払い込まれた期日までに払い込まなければいけない払い込まれた期日や払い、えー、決定された払い込み期日や決定された期間までに払い込まなければいけないでその期間に払い込まないとどうなるかっていうと過分の人の権利を当然に失いますこちらは催告は一回も来ません払い込み期日を明確に決めたんだからその日に払い込まないと権利を失います 一回も請求は来ません国は来まませせんんだから問題の中で払い込み日に払い込まないと払い込めって言われますって選択肢は全部ツですねもう払い込まない段階で円は終わり一回も請求は来ません会社を作るのにそんな人にかまってる暇はないんですよもうお金を出してくれる人とやっていけばいいんです民法なんかだと A さんと B さんが契約をして B さんがお金払わなければ一生懸命請求しなきゃいけないんですよ だけども会社単位いろんな人がお金出してくれますからもう払い込み日に払い込んでくれない人はもう縁なしですもう一回も請求しません、まあ、そんな感じで抑えてくださいあとは細かいことなんですがこの払い込んだ証明書っていうのをこの払い込みっては銀行なんかでやりますからその取扱機関に払い期間に払い込んだ証明書くださいというふうふに請求することになりますが、まあ、なぜ請求するかというと登記で使うからなんですけど これも本当に細かいことで申し訳ないんですが保管証明書ってやつを請求できるかというと発起設立はできないが募集設立はできるってことになっていますつまり発起設立は銀行に対してすみませんお金が保管されてる証明書くださいって請求できないんです募集設立は請求できます理由は当期で使うから発起設立は使わないんです発起設立は 払い込まれた証拠があればいいのであって通帳のコピーとかでいけるんですよところが募集設立はこの銀行でお金が保管されてますって証明書が登記ででいるんですでこれとつけないいと登記通らななんですなぜかというと募集設立は言い出しっぺである発起人以外にも一般関係しい,いろいろ関係者がいますつまり引き受け人がいますからちゃんと保管されてますよ発起人が使い込んでないですよって証明書を登記で要求するんですよ 一般の引き受け人を保護するためですね。ですから、えこの保管証明書の請求ができるんだといった形で押さえておいてください。さあ、これで払い込みのポイントはおしまいです。次、2ページ戻ってください。次は、 これで株主が集まってお金も払い込みましたからあとは会社を運営する役員を決めていく必要があります、まあ、取締役だと思っていただければですが管制、まあ、役設置会社であれば管制役なんかも選んでいきますけどどうやって選んでいくかというと発起設立は設立時役員等がの選任ということは発起人が選んでいきますけど募集設立は創立総会で選んでいきます発起人が選ぶわけではありませんなぜか今からお話をしていきますでは 5ページの下を見てください5ページの下を見てください設立時役員等の選任なんですが発起設立は発起人の議決権の過半数で選んでいきます発起人の議決権の過半数で選んでいきます あの通常の成立後の会社って取締役ってどこで選びます誰が選びます株主総会で選ぶんでですよで株主総会で選ぶ理由は株主たちがやっぱり自分の会社の経営者を選ぶから会社の収支は株主ですからねその株主にこう反映させるために株主総会で選ぶんですでそこでの決め方は株主総会での出席議決権の過半数で決めるんですね。ねそれを 設立時に持ち込んだらこうなったんです皆さん発起設立って誰が株主発起人だけですよねだから発起人がみんなで決めれば株主が決めたのと一緒で、だからその議決権の過半数発起人の議決権の過半数で選んでくってことはあ、株主が議決権の過半数で選んだんだなってことになりますで、これ面白いんですよ発起人って普通過半数って言ったら 頭数なんですだって発起人っていうのは A さんと B さんと C さん会社作りますよじゃあちょっと決めることがあるんで過半数で決めましょうって言ったら普通頭数なんですよ A さんと B さん C さんあ二2人賛成だからいいですねみたいなでもここだけは議決権が出てきますつまり発起人の仕事としてやってるわけではなく株主の立場でやってるってイメージですね普通は発起人は頭数で決めていきますが役員を選んでいく時だけは議決権の過半数です でそれに対してこちら募集設立は総理総会です、まあ、こちらは発起人が決めることはできません発起人の議決権の過半数で決めることはできませんどうしてか今言ったように取締役役員というのは株主たちが決めていくべきです募集設立は株主が一部引き受け 発起人が一部引き受けましたが、残部は一般の人から募集しました。つまり、発起人以外の株主がいるんで、その人たちの意向も反映させないといけないわけです。だから、発起人が議決権の過半数で決めたら、発起人以外の引き受けた株主は、おや、発起人さんよ。あんたたち二十株しか持ってねえじゃねえか、こっちは八十株。みんなで引き受けたんだぞ。俺たちの意向を聞かずに、勝手に取締役選ぶなよってなりますよね。 みんなの株主の意向を反映させるためにこれは創立総会で決めなければいけないんです発起人の議決権の過半数で決めてはいけませんで逆に言うと発起設立では創立総会は開きませんもう発起人がしかいないわけですから発起人たちが集まりは大体何でも決め,るは決められるわけですよ創立総会みたいな顔合わせはいらない 逆に募集設立は発起人以外にもお金を出してくれた人がいるわけですから顔合わせの意味もあるしそこで役員も選んでいかなければいけませんので、えー、こちらはですねこんな感じで総理総会を開かなければいけないんだということになりますここで役員も決めていきますではえっ、ー、と2ページに戻ってください解任は細かいのでいいでしょう2ページに戻ってもらうとあとは調査をします 今選ばれた設立役員と、まあ、設立取締役あとは監制役がここまでの手続きが合法かどうかの調査をしていきます発起人が手続きを進めてきましたがもしかしたら違法な点があるかもしれない払い込みがなってないかもしれないそれを全部設立時の調査ってことで入っていきますでは6ページに行ってください えー、設立時取締役による調査さあ何を調査するのかは、まあ、パスでいいです、えーまあ、主体は設立時取締役設立時完成役ですが、まあ、違法なことがないかどうかのチェックをしていくんだというふうに思っていただければ結構です、まあ、出資の履行は完了していたりそれから法令に違反してないかなんてことをチェックしていきますが治験に出るのこの後なんです発起設立はもしおい 発起人やべえよこれちゃんとやってねえよ取締役選ばれた取締役が見つけたわけですよどうするか発起人に通知をしますすいませんこれやばいんですけどで不当な事項がある時だけで結構です不当な事項がある時だけで結構ですでポイントは2つどういう時に通知がいるか不当な時問題ない時は通知しませんでもう1つが 発起人ですだってもう発起人しかいませんからね他に関係者それに対してこっち募集設立は創立総会に報告です設立医取締役は創立総会で選ばれますからすぐその場で調査を始めますで、えー、調査を始めて問題ないことを報告していくわけですで気をつけなければいけないのは調査の結果をって書いてあるので 不当じゃなくても報告がいる問題ありませんでしたっていう報告もいります設立時取締役管制役は総理総会で選ばれますってことはここがこの教室が総理総会の現場だとすると設立時取締役が皆さん選んでくれてありがとうございます私皆さんのためにこれから会社をうまく切り盛りしていきますでまずじゃ調査します あの発起人がいろいろ手続き進めてくれましたけど、問題ないかどうか、ちょっと書類見たり、通帳見たりして調査しますから、ちょっとお待ちください、ちょっとお待ちください、今すぐ調査します、30分、30分、三十分で終わりますから、ちょっと待ってください。ね、なんであのの人帰っっちゃったのってなりますよね。いや、問題ないから報告いらないでしょってことにならないと思いません 発起人に対しては、北起設立であれば通知しなくていいですけれども、募集設立で、創立総会で選ばれた設立時取締役官制役がその場で調査をするわけですよ。で、皆さん待ってるわけです、株主は。問題なくったら、何も言わないで帰ったらわからないと思いません株主たちは、一言待ってるわけです。あの、 設立時の株式を買うなんて詐欺かもしれないと思いませんか普通に考えたら設立時取締役を今株主たちが選んだんですよああの取締役なら安ん心んだもうなんか世間でも評判のいい人を選んだということで取締役が発起人の調査をしてくれるわけです待ってますよね問題なかったです いうことで、問題なくても報告いりますからね。問題なくても報告いりますから。ここを押さえてくださいね。発起設立は、発起人が手続きをずーっと裏で進めてますから、問題なきゃ言わなかったら進みますよ。でも、創立総会は、募集設立は、創立総会で報告がいるんだよといった形になります。どんな時でも報告いります。あとは、6ページの下で9番、登記をしておしまいです。で、 設立は登記が効力要件ですから、登記は効力要件ですから、登記をしたら効力が発生する。だから、登記をしたら効力が発生するってどういうことかっていうと、選ばれた取締役が取締役の地位を取得するのも設立登記の時。それからお金払い込んだ人が正式に株主になるのも登記の時です。ということで、 えー、登記が効力要件ですから登記の時に会社は成立をする登記の時に会社は成立をするというふうに押さえてくださいであとは7ページの最後会社が成立した後の責任これ難しいので今回はパスをしておきますが余裕があれば見ていただければいいですがあの過去問にも出てなくはないです、まあ、設立後の問題で、まあ、責任を負う者があ、まあ、いるんですよというお話ですでは これでやりたい範囲がだいたい終わったので、8ページから9ページを見てください。かし行政書士試験の過去問を入れておきました。これを一緒に解いていきましょう。では1番から見てください。8ページの1番目の問題。8ページの1問目の問題。ではちょっとやってみてください。 では行きましょうか資本金の額は投機事項ではないから×資本金の額は、えー、ごめんなさい投機事項じゃない、えー、定款の記載事項、えー、資本金の額は定款の記載事項ではない、えー、これ定款の記載事項を聞いてますがあ株式会社の定款には資本金の額は書かなくていいですから×です次2番目どうぞ えー、いきましょうかこれ金銭以外の財産を出資するというのが現物出資だということが分かるかどうかです。で、えー、会社の問題だと、まあ、条文を丸にするためには、まあ、これ細かいこと書かないきゃいけないのでそういうところはあんまり引っ掛けありませんのでこれ、えー、現物出資の場合には大きく読んで、えー、大きく読んで定款に。 記載しなければならないかということで、まあ、現物出資は変態だからやるなら定款に書かなければいけないですねだから現物出資をやるには定款に書かなければ効力を生じないと言ってますから「丸まあ多分こういう細かいところはいいです資材傾向から見ても大きく見て現物出資は定款で、えー、書かなければ効力発生しない変態は定款に書かなきゃいけないよねってことで「丸ですでは次3番どうぞ 答えは株主となるのがいつかってことなんですけど株主っていうのは会社の所有者の地位で会社の所有者の地位だから会社が立ち上がらないと株主にはなりません会社はいつ成立すするんででしたっけ当期の時ですよねだから払い込んだ時に払い込んだ時に給付をした時に株主になれるわけではなくこれは罰です。でもっと,言っちゃうと あのなんか設立の勉強してる時って頭に「設立時何とか」ってつくことが多くないですか設立時株主って。であれは株主というのは会社の登記をして初めて株主になるのでその将来の株主のことを何と呼ぶかっていう名前が必要で設立時株主っていうわけですよだから設立時株主っていうのはまた株主じゃないんです。 株主て株主っては会社の所有者の地位だから会社が立ち上がって初めて株主になるんですねだから株主になる前の卵みたいな地位のことを設立時株主と言ってお金を払い込んだから設立時株主になりましたで会社が無事投機されて立ち上がったから株主になれましたってことなんですだから取締役もそうで設立時取締役って何で言うかっていうとそれは会社が成立した後の取締役だから で、会社が成立して、設立登記をされて、今日から取締役ですってなるわけですよ。いうことで、頭に設立時何とかってついて、超面倒なんですが、あれは、もう会社が立ち上がるまでは取締役とか、株主とか言えないからです。設立時何々って名前をつけておいて、いざ設立登記されたら実際に株主になるんです。では次、4番です。 北起設立または募集設立のいずれの手続きにおいても設立時取締役の選任は総理総会の決議による罰ですね。北起設立は総,理総会で選びません、まあ、もちろんこれ誰が選ぶかっていうか発起設立では総理総会とか開かないよって分かっていれば罰がつけられるかと思いますが発起設立では総理総会で役員などは選びません。 設立役員などは選びません正式には設立時って入れとかないといけないですけどねじゃあ誰が選ぶんでしたっけ発起人の議決権の過半数ですねでは次、五番です 発起人が特別の利益を受けるってことは変態ですね変態ですね変態は定管に書かなければ効力生じないから丸この5番の問題と2番の問題の傾向が一緒ですから行政書士の試験においてはその何を書くかって細かいことは多分求めておらず定管に書かなければ変態は効力発生しないというレベルで聞いていきたいんだと思います まあ過去問分析っていうのはそういうことですよね。えー、次6番です 発起人はどんな時でも一株以上引き受けなければいけない義務がありましたですから複数の発起人がいるのであれば募集設立においても全員が一株以上引き受けなければいけない少なくとも一名なんてことでは済まないわけです発起人の義務は少なくとも全員が一株以上引き受けること×七番です えーっと最後保管証明書これ交付を銀行に請求できるのは募集設立だけですねだから発起設立においてもっていうのは罰になります募集設立の時だけ保管証明書を請求できる、えー、発起設立の場合にはまあかいこと言うなと、えー、一般の株主なんていないんだから発起人だけでやってるんだからもう通帳のコピーかなんかつけて登記できるぞって話になるので銀行に保管証明書の請求は 交付を請求することはできないわけですでは次八番です <laughs> 設立時発行株式を引き受けたこれ発起人の話発起人は 払い込まなければ、地帯なく払い込まなければ、一回、催告が来ます。で、その催告に対して、さらに払い込まないと権利を失いますから、もう、えー、地帯なく払い込まないだけで、当然に権利を失うわけではありません、当然に権利を失うが、罰ですねで。これが過去問で出ておりますから、皆さんは、えー、もう一方の、発起人以外の引き受け人は、払い込み、期日に払い込まないと、当然に権利を失うって方もしっかり押さえておいてください。 では次9番ですまあ大丈夫でしょうかね4倍ルールの設立版で設立しようとする会社が公開会社でない会社を除いて発行可能株数の4分の1を下回ることはできない。 もう発行可能の4分の1は発行しといてくれよなっていう要請ですからこれは丸ですねでこの4倍ルールが出た時には必ず公開か非公開かのチェックをしてください公開会社でない場合除いていただくと公開会社の問題ですね公開会社だから4倍ルールが働きます非公開会社の場合には4倍ルールは働きませんといった形になりますよろしいでしょうか で解説も次のページに入れておきましたで、10番の問題はこれ責任の問題で、今日やってない図表からの取材になります。でこの責任はかなり出るとしても難しい問題になりますから、えー、範囲も広いし、ちょっと費用対効果として、まあ、そこから取ろうと思う必要はないと思いますから、ここまでで、えー、しっかり点数を取っていただければという,ふうに思います。 ではお時間ですから、えー、これで終わりということにしますが、あのー、まあせっかくいただいた1時間なので一生懸命お話をしました一生懸命というのは本当に難しいのを覚悟でもう早口でもう点数取れるようにお話をしましたですからちょっと大変だったと思いますが、まあ、これで設立については復習をしっかりやっていただければ安心だしポイントは入れてありますからこれ以上手を出すというよりはここに書いてあることをしっかり記憶まで持っていくと。 言ったことをやっていただければと思いますでは皆さんの成功を祈っております会社法ここで点数取っていくと本当に行政書士の試験においてはアドバンテージが強いです他に難しい分野たくさんありますからねぜひしっかりとって合格を勝ち取ってできればのいい報告をお待ちしておりますので受かりましたと私にも報告をいただければありがたいですそれではこれで終わりにしましょうお疲れ様でした頑張ってください